山大学医学部医学科に合格しました。滞在国はフランスとアメリカでどちらも4年ずつ滞在していました。本日はよろしくお願いします。帰国前は統一試験と現地の成績を一番最優先に考えることが大切だと思います。帰国してからはまずは基礎を固めることを重点的にして、後で演習をこなすと成績も伸びるかなと思います。あと一番っていうか、その自分が辛くなりそうな時や、その勉強に行き詰まった時に心の支えになるのが、その医学部に合格して医師になりたいっていう、その自分の目標だと思うので、それを忘れずに心に留めておくといいと思います。まずその先生方に気軽に相談や質問ができる環境が整っていることがすごく良かったかなと思います。その教科の先生もそうですし、面接や志望理由書の対策をしてくださるフェローの先生もいらっしゃるので、すごく試験に挑む前にその自信がつくかなと思います。またその自習室も一日中空いていることが多いので、それを活用するとよりいいかなと思います。それからその私が河合塾に来てすごい良かったかなと思うのは、その周りの仲間がすごく尊敬できる子たちが多かったので、その自分自身に満足することなく勉強を続けられたのかなと思います。受験期間はすごく長くて辛いことも多いと思うんですけど、その一緒に勉強する仲間がいるっていうことが心強いのと、入ってからのことも少し考えるとモチベーションも保てるかなと思います。また焦って勉強ばかりになるのではなくて、自分なりにその息抜きの仕方を考えて適度にストレスを解消すると、その楽しく受験期間を過ごせるのかなと思います。頑張ってください。応援しています。